はい、ビーナススプリントってことでね、やっていきたいと思います。秘密結社フェガム総帥ハッチでございます。まあ、盛岡のですね、ダート 1200m 重賞競争ということで、こちらはね、日曜日恒例盛岡重賞という形になっております。まあ、というわけで今回なんだけれども、まあ、短距離の牝馬の重賞ですね。ビーナスなんてついてることで分かる通り、まあ、それゆえにメンバーも、まあ、ボバの含めてのメンバーと比べたら、まあ、やや当然低調ということになるんで、まあ、逆に言えばね、あの重賞で普段かあのボバ相手にも勝ち負けになっているような馬っていうのは、ここがさらに稼ぎ時ということになってくるのではないでしょうか。こんな感じでいきたいと思います。軸は4番キラットダイヤ、まあ、岩手の短距離重賞連勝中ですしね、ここではまあ軸に最適というかね、軸にせざるを得ない一頭かなというふうに思います。まあ、そして前走交流重賞で大敗したものの、その前がね、キラットダイヤの前走の重賞勝ちの2着だったのがこちらボタニーク。まあ、そうなってくるとね、やっぱりこの間に割って入る牝馬を探すとなると難しいのかな。まあ、だからこそボタニーク間を相手に、まあキラットダイヤ以外の馬たちは競馬するのかなみたいな感じのね、まあ着拾いという意味で言えばそうなってしまう可能性もありますよねっていう感じで狙ってみたいと思います。まあ、そして5番マルケイマーベル、オープン連勝もね、重賞ではって感じ。まあ、ただ距離短縮でね、また牝馬相手ってことで、これは狙えるんじゃないかなということに紐に入れておきたいと思います。まあ、そして7番ネクサスエッジ、まあ、重賞ではこの馬も負けてますが、その前がね、その後ね、またオープンでも好走してます。まあ、この距離で再度もう一回ね、このままも距離短縮と牝馬相手ってことで期待をしていこうかななんていうことになると思います。そして8番アナト、まあ、この馬もですね、まあ、要は牝馬そしてまあ距離短縮というあたりでの新味ということで期待できそうな、まあ、上位勢っていうとこのあたりになってきてしまうのかな。これでね、また着拾い1頭ぐらいね、間にとんでもないのが入ってきそうな気はするんですけれども、まあ、今回のところはこんな感じで狙ってみたいと思います。まあ、そんなわけでね、今日の JRA の方はね、重賞2つメインチャンネルフェガム TV の方で予想上がってますので、そちらの方をよろしくお願いいたします。まあ、両方ね、それぞれのチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上ハッチーでした。